はい、オーバーザウォールチャンネルの三宅です。お久しぶりです。昨年パキスタンのプロジェクト行ってきて、今 YouTube の方で、毎週ずっとアップしてもらってるんですけども、今回から結構、もう流しっぱなしでずっとチャーハンに撮ってもらって、それをこう一日一日ずっと時系列で流してくれているので、なんとなくプロジェクトの毎日の様子が臨場感を持って流れてるんじゃないかなと思います。で、今までは結構短くこうギュッと編集してやってたので、その出会う人たちとかどういうふうにして仲良くなってったかとかっていうところが分かりにくかったと思うんですけど、今回結構長く何回もプロジェクトを見てもらうことで、なんだかオーバーザウォールがどういうふうに現地で活動してるかが分かってもらえるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ続きも見てください。パキスタンから帰ってからは、いろいろ実はプロジェクトをやってて、1月の初旬はしばらくちょっとタンザニアの方に行って子どもたちと絵を描くワークショップしたりとか、あと1月の後半から佐賀県の方に行って、サンライズパークっていう場所で40メーターぐらいの照明塔にずっと絵を描いてるプロジェクトをやってました。それも1ヶ月ぐらいずっとかけて描いていて、今度来年佐賀県で国スポっていう、元国体の大きなスポーツの行事があるので、そこの会場の中心にこうシンボルとなる絵として描かせてもらったんですけど、むちゃくちゃ大変で。三宅です。今日は1月の14日です。今日佐賀はですね、むちゃくちゃ寒くて雪が降ってます。で、足場がこうわーっと作ってもらって、そこで本当40メートル登ったり降りたりずっと繰り返しながら描いてて、今日1月31日かな、進行状況を、50メーター登っていくって感じです。これファーストフロア登りながら描いていくんで、やっぱ想像以上に大変ですね。で、僕だけじゃなくて、福岡のオーバーザウォールのメンバーの皆さんに手伝ってもらったりとか、あとは高所作業だったんで、塗装工の方々に来てもらって、特別に書いてもらったんですけど、実は彼らがヒップホッパーで 音楽をすごい作ってる子たちだったんで、だんだん書いてるうちに仲良くなって、なんかこの制作をこうテーマに曲を作ってくれたりとかして、面白かったですね。こう海外に行かなくても、日本でもこういう面白い出会いとか、そういう人たちと一緒に作るっていう活動ができたので、自分としてはすごいいいプロジェクトになったなと思ってます。今はですね、実は家でゆっくりしてんですけど、最近手術をしてですね 実は、去年の3月か、3月に膝の、手術、骨切り手術って言って、膝にある膝の近くにあるこのでっかい骨をですね、1個カットして、で広げてみたいな。で、それをこのボルトで止めてたんですよ。で、実はこのボルトめちゃくちゃ長いやつを10本ぐらいぶち込まれてる状況で、パキスタンでの活動したりとか、佐賀の、40メーターのタワー登り降りもこれ足入ってる状態でやってたっていう めちゃめちゃ大変だったんですけど、それを最近こう外して、今は回復を待ってる状況なんですけど、ちょっとしばらくは実は松葉杖生活ということで 1年間めちゃめちゃこうアクティブに動いてましたけど、久しぶりに少し家でゆっくりしているっていう感じです。こっからはですね、一応直近で言うと5月の中盤に、ポーランド大使館のポーランド広報文化センターってところあるんですけど、そこからの依頼で、目黒区民センターっていう場所に結構でかい20メーターぐらいの壁画を今描く準備をしていて、テーマとしては、ウクライナ、および世界の平和を願う壁画を描きたいということで、
まあ、目黒区民の人たちとか、まあ、いろんな人たちの、まあ、例えばウクライナから避難している人たちとかと一緒に、まあ、平和をテーマにした絵を共同制作でしたいなっていうのが一つで、それが終わったらですね、まあ、7月に、まあ、2023年のオーバーザウォールプロジェクトで、ベナンに今年は行くことになってます。でベナンのプロジェクトがどんな内容かっていうと、まあ、一応大枠としてはですね、グッドオンルーフスという、団体がありまして、でそこがまあいろんな途上国にこう光がないこう町とか村とかがあって、でそういう場所にこう光を届けようということで、学校とかに発電機、太陽光の発電機を作って、でそこで蓄電した電気をランタンにこう充電しておいて、それを各家庭に持って行って皆さん家庭学習ができるようにしようっていう、一応そういうプロジェクトになっていて、まあ、今回僕はその一つの太陽光発電所というか、まあ、小さなものだと聞いてますけども、まあ、その建物に明るい壁を描くっていうのが一つで、まあ、もう一個はまあそのベナンの国内にある結構壁がわーって描かれてるなんかストリートがあるみたいで、なんかそこにこうでかい絵を描こうかなと思ってます。で実際まあ壁画ベナンで、まあ3週間ぐらいで描くんですけど、その後ちょっとケニアに移動して、まあ、ケニアのマゴソスクールに久しぶりに行こうかなと思ってます。でマゴソスクールは、最後に行ったのが2015年かなに行ったんで、まあ、8年ぶりになるんですけど、まあ一番最初にオーバーザウォールプロジェクトで書きに行った場所ですね。でその時まだオーバーザウォールプロジェクトっていう名前じゃなかったんですけども、まあ、そこから始まって東ティモール、ウクライナと続いていったんですけど、まあ、今一番最初に描いたその壁画の場所が消えてはないんですけど、まあ、2階にこう建物を作ったりとかしてってこうあまり見えない状況になってるんで、まあ、せっかく一番最初に描いた壁画の場所なんで、なんか見える場所にもうちょっと描きたいなっていうことを思っていて、まあ、今回久しぶりにアフリカ行くんで、ちょっと帰りケニアに寄って壁画描いてこようかなと思ってるんで、まあ、今年の夏は、まあ、2つっすね、ベナンとケニアで壁画を描くっていうのが一個大きなプロジェクトだと思ってます。新しい曲を紹介します。いいっすか。一人は、実はヒップホッパーで KBG というラッパーなんですけど、もう一人は、まあ、その KBG に楽曲を提供しているグラスフィールドっていう、まあ、彼らがその制作してるその感じでなんか曲作りたいねみたいな話になって、めちゃめちゃなんか自分たちの気持ちを乗せたような曲作って届けてくれたので、まあ実は今これまだ完成版じゃないっていうことなんですけど、今手元にあるのでぜひ皆さんにも聴いてもらいたいと思います。KBG でサンライズ。がっちりヒップホップでしょこれまでの僕らの活動とはちょっと雰囲気が違うけどこれはこれでまた面白いんじゃないかなと。はい、ということで、まあ、今年もいろいろプロジェクトありますし、まあ、来年以降もいろいろ面白い話いただいているので、どんどん活動の幅広がっていって、もっと多くの人に活動してもらいたいなと思います。まだまだこれからもオーバーザウォールパキスタンの動画もどんどんアップしますし、新しいプロジェクトの状況も、伝えていこうと思います。今日はこんな感じで、オーバーザウォールチャンネルの三宅健でした。はい、今日は3月3日で、サンライズパークのサンライズタワー、こんな感じで完成しました。
これにてプロジェクトサンライズ終了です。ありがとうございます。ありがとうございます。